ピーマン VS 視聴者対決サクサクセス実況13回目の今回対決する選手はこちらパンパースというキャッチャーの選手になりますね。名前が完全にネタですね。おむつじゃねえか。なんでおむつの名前つけたんだろうね。多分自分の近くにおむつあったんだろうね。赤ちゃんがいるのかな、そうなのかな、よくわかりませんけども、名前はネタが、だが中身は本物ですからね。ミートアイスの95と高く、まあパワー走力はないにしても肩力守備力補給ありますからね。打って守れるキャッチャー、いや理想だね。ぜひともうちの巨人に欲しいんですけどね。まあ WBC の小林を思い出させるかのような、そんな能力ですよね。この能力だと、まあ、ミート S の95ですから、3割も超えてくると思うし、盗塁阻止率もなかなか高いんじゃないですか。ただ、この選手、特殊能力は何も持ってないので、そこはありがたいね。これプラス特殊能力、もりもりだったら、もうそれは勝ち目のないバトルですから。これを作った視聴者の方はですね、天才カードとヒーリングカード、この2枚を持ち込んで作ったらしいので、今回僕が作る選手も同じカードを持ち込んで作って倒していきます。今回作る選手の球団設定は、視聴者が作った選手はソフトバンクで作ったのでね、僕もソフトバンクで作ります。そして持ち込みアイテムは、天才とヒーリング。この2枚になりますね。最強の選手を作りましょう。レッツ対決サクサクセ。ステージ1は1。おいえ、いきなり宝箱がありますよ。なら通らないとね、レッツゴー。ミート力もよ、D の55と高いよ。いいね。さすが天才カード。初期から高い。素晴らしい選手ができそうだよ。で、宝箱は何ですかこれ一体。ミート超人ね。今あって、いきなり C の66。いけますね。ミート S の95でしたよな。あのパンパース。名前がネタの選手ね。いや、十分超えれるんじゃないかな。ほー、イエース。青パネル追加来た。これ、弾道も3。似たような能力になってるね。うん。いいわ、これ。で、あの選手になかった特殊能力を俺はつけてくからね。カモン。これパープルオリジナルキャラクターだな。うん。おー、内野の丸ついたよ。なら足の速い選手にしないとね。左にちょっと、青パネルが重なってるからな、たくさん。大火力回復いきなりついてるでやんす。最高でやんす。なんかやべみたいな口調になっちゃったね。それほど嬉しいってことだよ。で、ヒーリングカードも持ち込んでるんで、こういう何もないマスで体力回復。おいや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 、いきなり最高のスタートじゃないですか。ワンステージ目でもうミート B の70ですからね。やばいっしょ、これ。もう間違いなくこの流れでいけば、マックスいけるよ。いけない方がおかしな流れだもんね、これ。しゃ。選手どこに行く？ソフトバンクはいい能力持った選手多いからな。パワー7か、特殊能力くれない。お、赤パネルが青パネルに変わっていったね。で、どうしようかな。まあ、こっちからこう行って、こう行って。あら、気分が悪くなった。オーマイガー。ちょっとハテナマス踏みすぎもちょい注意だね。嫌な流れ入ったわ。で、このステージはパワーパネルを踏んで終わりで OK でしょう。まあ、弾道はね、ありますけど、あれ踏まない方がいい。弾道4にしても、必ずしもいいことがあるわけではないですからね。な、パワーも今ないですし、弾道4はちょっといいかな。お、宝箱あるな。宝箱あるんだけど、ちょっと待てよ。分かれてるでしょ？これ嫌な感じだね。右行くためには。いや、待てよ。あのタイミングでカレンとか出てきたら最悪だしな。まあ、一応取りに行くのは取りに行くけどよ。カレン出てくんなよ。頼むから。走力と何？ああ、肩力が入れ替わったの。いやー、でもそれでもちょっと痛いわ。肩力だいぶなくなったぞ、お前。パワー超人で。うわ、打力はやばいね。これ間違いなく勝てるよ。これならね。カレン出てくんなよ。頼むから。選手かも、選手かも。来い。よし、ナイス。暴力7。ただ、肩力が欲しいな。肩力なきゃ、あの選手、ちょっと、ね、阻止率も高そうだし、無理だぞ。肩力 F の38。いかん、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 いかん。打力に関しては、もうあの選手に勝てるもん持ってるでしょ。パワーもあるんでね。期待できるよ。さすが天才カード。しかしだな、いろいろとないものが多すぎるな。宝箱、なにこれ。守備力超人伝か。肩 F の39。あかんねえ。で、カレンどこだ？うわ、カレン上に出てきたな。このステージはね、お、守備力強化カードか。どうしようかな。もう終わった方がいいよな。次行った方がいいわな。そうしましょう。次に望みをかけるわ。もっともっと強く、ミートも S のマックス行かないと。100ね。パワーももっと A 行かないとね。ミート S パワー A、理想だよ。そんな選手作りたいよね。よっしゃ、完璧な選手を作るため。まだまだ頑張ると。まだ終わりじゃねえ。ここから始まるんやね。終わりじゃない。で、宝箱はそっちか。まあ、ええやろ。取りに行こう。頼むからカレン出てくんなよ、このタイミングで。バント丸いらない、いらない。そんなんいらない。求めてない。大体わかるじゃん、俺の求めても。またちょっと微妙なとこに出てきたな、こいつ。パ
ワー90で S の95。はい、やば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 すぎるる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 る。これはもうパーフェクトな超人ができたね。もうもうもうこれはもう失敗しないだけ。あとはもう多くは求めないよ。変に彼に目つけられたら厄介ですね。どうしようかな。補給上げて、あ、焼きマン来た。どこだ。あー遠いな。多分右上に出てきてるわ。あ、だね。あー、まあこれはもうもういいでしょ。で、守備力踏んで、最後ミートパネル踏んで、うわー、やっぱりこれ、惚れ惚れするような選手ができたんですけど、いや、視聴者の作った選手もなかなか強いけど、俺の作った選手はそのさらに上の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 超上を行くね。10段階くらい上を行く選手できたんじゃないですか。ミート S、パワー S だからね。これを超人と呼ばなくて何という。もうほんとね、視聴者の作った選手がスーパーサイヤ人なら、俺の作った選手はスーパーサイヤ人5とレベルが違いすぎるね。今さらスーパーサイヤ人で戦えるほどね、ドラゴンボールの世界は甘くない。俺は一体何の話をしてるんだ。それにしても強い選手ができたということですよ。特殊能力はね、バント丸、ナイアンダ丸ですから、ぶっちゃけなくてもあっても同じようなもの。まあそれを活かす総力もそんなないですしね。うん。まあぶっちゃけない方がいいかもしれない。ただ能力はもう完全に上回ってますから、この対決。勝てました。そしてとんでもないやつ作れました。じゃあ今からオートペナントで回して視聴者が作った選手と対決していくぜ。まあオートペナントで回す前から勝敗の方ははっきりしてるようなもんだけどね。今回はとんでもない選手ができたからね。僕の作った選手からいきたいと思います。作った選手は視聴者の要望もあり、1番キャッチャー固定で1年のシーズンを回したいと思います。視聴者の作った選手も同じ起用法でいきたいと思いますので、ね、あれだけパワーある選手をちょっと1番で使うのはもったいないですけども、まあ1番だと打席が多く回りますからね。もしかしたらバレンティンの記録を抜くようなホームラン数を叩き出すかもしれませんね。そこいろいろ期待して見ていきましょう。僕が作った選手、1年のシーズン開幕じゃ。僕が作った選手、1年のシーズンが終了したよ。成績オープン。ダダダン。オーマイガー、オーマイガー、とんでもねえ打率だ。オーケーオーケーオーケー、落ち着け落ち着け。これだけじゃないからね、俺の選手はホームランも打てるから、そこにも注目していこう。まず打率は3割3分6厘。あれだけのミート力だ。これだけ出せない方がおかしいだろう。俺的には3割5分いけるかなと思ったけどね。で、試合もマックス143ゲームフル出場で580打数の195安打、200安打まであと5安打だったね。惜しいな。で、二塁打33本、三塁打3本のホームラン37本塁打。これ1番で使う。バカかお前は。いや、あれだね、巨人のいつだったっけな、2007年あたりの高橋由伸みたいな成績だね。これ高橋由伸も1番起用で打率3割以上、ホームラン30本以上打ってますからね。うまんま同じだよこれ。で、打点105打点、1番ですよこれ。1番でこれですよ。やべえな、チームで2番目3番目か。てか100打点3人いんのか。やべえぞこの球団。内川もあと2打点でね、100だから、もしかしたら4人だったかもね。うん。で、得点圏打率は3割2分。得点119得点。三振99個で、フォアボールも76個と選んでるからね。ほんで、儀比5、併殺5、盗塁8、成功率は見るなよ。クソだな。で、出塁率は4割1分、長打率は5割9分5厘で、OPS は10割0分5厘。とんでもねえ成績を叩き出しちゃいました。歴代ナンバーワンのキャッチャーに躍り出たね。これはやばい。歴史に名を残すような活躍をしてしまったぞ、これ。とんでもないキャッチャーだ。みんな欲しいでしょ。取り合いになるでしょ。うん。でも最後に取っていくのはメジャーリーグですからね。日本に残らないキャッチャーだね、これは。これだけ打てば。とんでもねえ。すんげえ記録を残した。もう、視聴者の作った選手回さなくても勝負決まってるようなもんじゃないかな。シリーズナンバーワンの選手でしょ。成績見る限りではね。はぁ、弱点なしだ。で、守備も見ていこう。いやぁ、盗塁阻止率は低いと思うんだよな。守備オープン、ダダダン。お、いや、全然悪くないわ。サモリ4分6厘、むしろ高い方だよ、結構ね。全然悪くないし。マジで？マジで弱点ないじゃないですか。本格的に弱点がないね。他球団のキャッチャーと比べると、ほら、田村これでしょ？うん、ゴールデングラブだって取れるかもしれないぞ。うん、まあ、炭谷結構高いね。で、ほらほらほら。うん、他球団のキャッチャーと比べたら、悪くない。おー、すごい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 。打ってあれ、守ってこれですからね。もう、
この世界のこいつのアンチは何もできないでしょ。叩くところが何一つね。パーフェクトヒューマンの完成だ。これはタイトル独占だろうね。ベスト9ゴールデングラブ首位打者あたりも取れるだろう。どうだ、ベスト9まず取ってますね。はい、ゴールデングラブ。うわ、大野なのか。まあ大野さっき見た盗塁阻止率結構高かったしね。まあしゃあないかな。うん。で、首位打者は取れたが、MVP は俺じゃないの？デスパイネが取ったね。デスパイネも相当打ってるからね。取ったのは？あ、首位打者最多安打に最高出塁率、打撃の3部門取りましたね。シーズン MVP も取ってもいいと思うんだけどな。キャッチャーでこの貢献度、打力、守備でね。ということを考えれば俺でもおかしくないんだけど、まあデスパイネがこれ、まあでも OPS 見たら俺でしょう。ちょっと疑問はあるけどもね。まあしゃあないは選ばれなかったんでね。文句つけてもしゃあない。僕の作った選手の成績はこんな感じになっちゃいましたね。本当にとんでもない。シリーズナンバーワンの選手ですよ。これに勝てる選手を作った視聴者は多分ほとんどいないね。ああ。もう俺がナンバーワンってこと。てなわけでもうこれで終わっていい。視聴者の声聞かなくても、視聴者の選手回さなくても分かりきってることじゃん。これに勝てるやつどこにいる？世の中いるか、いるか、いるか、いねえんだよ。残念ながらね。それくらいとんでもない選手を作っちゃいましたから。とんでもない数字も叩き出したしね。まあ一応視聴者の選手も回していきますが、対決にはならないじゃろうね。じゃあ次は視聴者が作った選手をオートペナントで回していこう。作った選手は先ほどと同じ1番キャッチャー固定でいきたいと思います。よい。まあもう一度能力を確認しますが、ミートは高いがパワーがね、僕の選手とはもう天と地ほど違いますから、まあこの辺で大きな差が生まれると思う。ただ打率に関してはかなり高い、打率を叩き出してくる可能性もありますが、まあ、長打の差でね、圧倒的に勝つのは目に見えてる対決になるんじゃないでしょうかね。まあ、それは回してみないとわからないからね。もしかしたらこんな能力でも、僕の作った選手の OPS を超える。いや、もしくは、ね、こんなミート力でも2割台っていうのがあるのがこのオートペナントですから、どうなるかは回してみないとわからないってことで、今から回していきましょう。1年のシーズン開幕。一年のシーズン終了、視聴者が作った選手の成績、オープン、ダダダダダンダン。お、すごいけど、俺よりしょぼい。これはもらったね。打率の時点で俺の方が上だしね。3割1分1厘。まあ、ミート力がね、あれですから。まあ、それにしたって3割1分1厘は、それでも低いような気がするけどね。あのミート力ならね。で、試合も130ゲーム、13試合。休んでますからね。で、549打数の171安打。2塁打14本で3塁打0。ホームランはたったの3本。10本くらい分けてやろうかなっていう気分。うん。で、打点36打点。まあ、リードオフマンとしては十分なんだけどね。で、得点圏打率は2割5分で、得点55、三振67。フォアボール29個はいくらなんでも少なすぎるね。手動プレイのマイライフみたいな感じになってる。うん。で、併殺10個も多いし、盗塁はたったの1個のみ。ほんで、出塁率が3割4分7厘、長打率が3割5分3厘で、OPS7 割ちょうど。うん。アヘ、タンダマンの鏡やね。うん。まあ、キャッチャーでこれだけ打てたらアヘタンでも全然構わないんだけどね。3割1分1厘で出塁率3割5分届いてないからね。あまりにもフォアボールが少なすぎるね。いやいやいや、もうこれ見る限りもう僕の勝ちっしょ、どう見てもね。で、守備の方も見ていこう。守備オープン、ダダダン。盗塁阻止率は、あれれれれ、肩力高いのに、2割2分2厘走られまくり。予想してたよりもね、もう守備も攻撃力もない選手ですね。能力考えたらどっちももうちょっとやるだろうと。こんなに低くなることはないんじゃないかなと思った。OPS7 割台で盗塁阻止率も低いですから。ま、ね。ん？あ？もうね。もうこれは。聞かなくてもわかることだね。さて、ベスト9獲得か。おー、で、ゴールデングラムを取ったよ。これはちょっとわからなくなってきたな。ゴールデングラブ取っちゃったならね。ただ、その他の打撃タイトルは何も取れずですね。まあでもね、キャッチャーとしてはかなり打ってる方ですから、守備の方に関しては、まあ盗塁阻止率がそんな高くないんで、ある方だとは思わないんだけど、まあゴールデングラブ取りましたからね、それなら俺の方に取らせてくれてもよかったのにと、ちょっと思うこともある
ですけどもね。じゃあ互いにオートプランと回し終えたので成績見比べていこうか。こちらになります。上が僕、下が視聴者の選手になるわけだ。打率で見ていくと3割3分6厘と3割1分1厘、大きな差がある。2分以上の差があるね。率では勝てるかどうか分かんなかったんだけどね、実際勝っちゃいましたね。2分以上の差で勝っちゃったわけですよ。でホームランに関してはもう比べるまでもないほど空いてるね。37本と3本ですから、比べちゃダメだね。同じ土俵には立ってないですよ。で打点も105と36。俺の選手が打ちすぎてるってだけだからね。視聴者の選手が決してしょぼいと言ってるわけではないですから、リードオフマンとしてはそこそこ打点もありますし、本塁打もまあこれくらいでしょう。俺の選手が1番バッターのくせに打ちすぎてんだよ。絶対こいつ4番で使った方がいいぜ。間違ってるぞこの起用法はね。で出塁率も4割1分と3割4分7厘、打率以上に空いてるよね。ほんで OPS で見ていくと、あらら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 、3割以上違うぞ。ほんで守備でもこっちが勝ってるということを見ればですね、今回はもう視聴者の声を聞かなくても分かりますよね。どっちが上か下かというのは。これでね、僕の選手の方が下だというやつがいたら、そいつはただのピーマンアンチですよ。そういうやつがいないことを祈るのみ。ピーマンアンチですらもこのね、選手の成績の差というのはさすが認めざる得ないでしょうね。圧倒的に勝ってますからね。まあでもね、いつも通り視聴者の声を聞いていきたいと思いますので、ツイッターでアンケートを取り、まあどっちが上か下かを聞いてですね、票の集まった方を勝者としたいと思います。前回はね、まさかの引き分けということになったんだよね。同じ票が入りましたから、今回はね、そういうことは絶対にないと思いますので、今からツイッターでアンケートを取っていきましょう。ツイッターのアンケート結果が今出たよ。今回は全部で30票を集めました。票を入れてくださった方々、ありがとうございます。A のところに僕の選手の成績を書き、B のところに視聴者の選手の成績を書いて、アンケートを取った結果は、A に 87%、 B に 13% と票が分かれ、この結果を踏まえて今回実況13回目は僕の選手の勝ちということでよろしいでしょう。まあこういう結果になるわな。数字を見比べればわかることだよ。これ 13% 視聴者の方に入ってることすらちょっと問題だけどね。何をどう見て視聴者の方が上だと思ったんだろうね。ぜひともその票を入れてくださった方々聞いてみたいけどね。まあでもその人がそう思ったのならば仕方のないことでしょう。まあこの数字を見比べたらどっちが上かなんて聞くまでもありませんでしたね。視聴者の作った選手はもちろんいい能力ではあるけども、今回は本当に俺の作った選手がやばすぎた。本当自分でもびっくりするよ。本当俺が作ったのかなって、俺じゃない俺が作ったんじゃないかなと。もうでもこれ以上考えるとめんどくさいんでね、やめますけども、本当俺らしくない選手を作ってしまったからね。いやいや、今後もね、視聴者と対決するときはこういう選手ばっか作っていくからね。視聴者の作った選手、今回の選手もそうだし、強い選手をたくさん送ってくるからね。なんでみんなそんな強い選手作れるのっていうぐらい送ってくるからさ、今後もですね、また視聴者が送ってくださった選手と対決して、勝って勝って勝って勝ちまくりますので、よろしくお願いします。現在も対決リクエストを募集しておりますので、でね、対決したいという方は動画の説明欄の説明を一回読んでですね、私のツイッターの方に送ってきてくださると嬉しいです。リクエストで、ね、たくさんいただいておりますが、すべてのリクエストの答え、今後もねこのシリーズで対決していきたいと思いますのでね。てなわけで次回実況14回目もお楽しみにね。グググググバイ、またおう。